はい、皆さんこんにちは、こんばんは GK です。今日なんですけれども、今日も第4回 GK クリニックを開催したいと思います。本日のお客さんはですね、総合力がだいたい9万から10万ぐらいじゃないかなというところの推測と、もうちょっともしかしたら高いかもしれないですね。10万ちょっとぐらいいってるかもしれないです。で、今回の、えー、とお客さんの悩みですね、まあ。センターバックとボランチの選手に迷ってる。まあ、これ結構あると思うんですよ。うん、これね、見てる人にも結構ありがちな悩みだと思うんですけれども、 なんならね、ねちょっと守備がどっちかっていうとやっぱり攻撃面はそれなりにやっぱりみんないい選手持ってるから、まあ、その強い選手を使うことでなんとかなるんですが守備っていうのはなかなかその選手の例えばまあ2ボランチにしてもね2センターバックにしてもまあ組み合わせとかもあったりとかするし、まあ、ここがちょっとうまくかみ合わないっていうことは結構ありえる。 状態だと思うので、今回ね、結構共感してる方いるんじゃないでしょうかということで、まあ今回はね、そのお悩み解決していきたいなと思います。じゃあまずね、えっと、依頼時に送っていただいた、えっと、フォーメーション、まず見てみたいと思います。はい。もうすでに 433B で組まれてまして、まあ僕も今回ちょっと 433B 組ませていただこうかなと思うんですが、まあ、結構ね、でもしっかり組めてる方だと思います。はい。僕のとこに持ってくる段階でね。 もう結構上の方とかは、ね、結構まあ理想に近いような組み方されてますし正直、こういうところはあんまりいじる必要はないのかなと思います。まあ、なるべくねやっぱり僕もその、まあ、強いことも大事だと思うんですけれども、まあ、当然その選手の愛着とかある方も結構いるし、まあ、そういうのも結構大事にしたいなと思っちゃう方なんで、まあ、すでに育っている選手とかがいる場合はあんまりね その相談内容とちょっと違うところは、なるべくそのまましてあげたいなというところがあるんですが、まあ、ただちょっとそんなにうまく当てはまってないなというときは、そこもちょっといじらせていただくんですが、まあ、今回は特にね、あの依頼内容がまあボランチと CB ということだったんで、まあ、一応選手には全部名答しますけれども、まあ、そこをちょっとね、重点的にやっていきたいなということで依頼を受けた感じであります。まあ、確かにね、ちょっとまあ見てみると、まあ、フィード系がちょっと多いかなというところが、まあ、もしかしたらちょっと、 しっかり組んでる相手からしたら、うーん、点をちょっと取られやすい不陣にはなっちゃってるかなって感じはしますね。うん。今日学べるのはフィード、フィードという、まあえーとね、スティール系、パスカット系のね、大事さというのをちょっと皆さんにも学んでいただければなと思います。じゃ早速ね、選手見ていきたいと思います。はい。選手紹介パート1。ここで目を引くのは森田選手ですかね。 最近出ましたね。あのー、日本代表でね、95以上ということで、まあ、なかなかね、持ってる人少ないんじゃないかなと思うので、結構貴重なね、カード持たれてるなと思ったのと、まあ、あとは、そうですね、代表系もね、他で言うと、前田大然選手とか、まあ、稲本選手の去年のタイムスリップとか、まあ、カズの、数選手のタイムスリップとか、まあ、山田浩太選手のフォーカスの92とかもね、ここら辺も結構持ってるのは、結構、高グレのね、いい限定持ってらっしゃるなというイメージがあります。 でセンターバック起用できそうな選手もチラチラ,チラ,チラね。<laughs> チラチラ見えるんですけれども、まあ、畑中選手とか、まあ、バイス選手とか、まあ、ここら辺もちょっとね、どうかなっていうところをね、見ていきたいなっていう感じですよね。はい。結構いい選手で持たれてる方だなという印象です。じゃあ、パート2。 ここで目を引くのは、まあ、山本選手のこのバンディエラ、キラーなんですよね。で、結構もうレベルも育ってるので、正面の硬さというのは保証できるかなというところで結構やっぱいいですね。まあ、あとレギュラーで使われてたルーキアン選手とか、まあ、あとはそうだなあ,あ、旗手選手とかもね。旗手、旗手選手の青ズ持ってる人多いですね、やっぱね。うん。結構今回、まあ、僕もこの動画作ってる方以上の人見てきてるんですけど、動画撮るときにはね。結構ね、所持率高いんだよな みんなよく当てたねっていう <laughs>。僕の引きが悪いんかもしれんけど、僕もね、当時欲しかったんですよ、正直。まあ、なかなか当たんなかったですけど。まあ、僕の知ってる人にも何人もね、持ってる人いるんで、まあ、出やすいんかな。うん。じゃあ、パート3行こうか。ここはウィング系ですね。犬井選手とか、まあ、西沢選手とかもね、悪くないですよね、このジョーカーのね。うん。あと、モギ選手あたりとかね。うん。いいですね。うん。結構守備的な選手も、 見受けられるんで、これは組めそうですね。<laughs> 組めるんじゃないかなと思ってきましたね。だんだんね。うん。はい。これが最後かなまだか。えっと、選手紹介パート4。えー、細谷選手のストライカーとかもね、いいんですよね。上田選手の去年のストライカーはちょっとあれですけど、見てないですけど、まあよくいいんじゃないかな。でも、確か上田選手のまあまあかったと思うんだよな。 うん、あと、柳選手とかね、ここもね、ディフェンス値が高いボランチもできるし、まあ、スティールとタックルだしっていう、結構いい3拍子揃ってるんですけど、まあ、こういう選手ね、結構使えそうですね、今回ね、うん。で、選手紹介パート5。小柳選手もね、持ってらっしゃいますね。エドワルド選手もね、これ結構いいんですよね。うん、あと、岩田選手もいますね、うん。結構ね、しっかり組めそうな気がしてきました、ここで。 <laughs> 僕も正直、まあ、ここまではどうかなと思ったんですけど、ここら辺でね、ちょっとね、まあ、ディフェンスは組めそうだなっていう印象が結構強くなりましたね。で、あと、僕のところにいただいた後に、まあ、パート6で平岡選手ね、引かれたということで、これもでかいですよねうん。このディフェンダー迷ってる時によくいいタイミングで引いたなっていう、しかも顔面がついてて、まあ、スキルもね、ディフェンスとスタミナ、すでについてるんで、まあ、正直これでも文句ないぐらいの。まあ、あと、育てるだけかなっていう。 ぐらいのキラーだしね。もうこれ十分だと思います。もうこれだけあったら組めるなっていう。もう確信が持てましたね、ここで。<laughs> 確信が持てました。ということで、じゃあ僕がね、この選手たちを使って、まあどういった、その 433B で組んだんですけど、まあそこをね、どうやって手こエリしたかっていうのはこちらですね。はい。僕の診断結果ということで。 まあゴールキーパー、ソンリョン選手、そのまま88。これも結構育ってたんで、そのまま使わせていただきました。センターバックね、ね畑中選手と平岡選手。これは、えー、両方今年のレギュラーでピンタクインターセプトフィードの3秒揃ってる、ディフェンス値が高いセンターバック、レギュラー2人を選ばせていただきました。で佐々木翔選手のサイドバックのこの左ね。 ここもすでに使われてたので、まあこれはそのままいいかなと思ってそのまま入れてます。で、鈴木大輔選手のキラーのスターターね。まあこれもね、鈴木大輔選手のカード結構いいカードだし、まあプラスキラーということで、ここもまあ他の、まあ岩田選手とか小柳選手とかいたんですが、まあそこを差し押さえてもいいのかなと思いましてそのまま使わせていただきました。で、ボランチはまあ森田選手がね、結構いい働きしそうなスキル構成してますし、まあすでにね、もう使われてるということで、まあここもそのままちょっと使わせていただきました。まあわざわざね、 まあ正直な話、柳選手とかここら辺入れてもいいんですけど、まあわざわざ育成するほどでもないかなっていうところの判断があります。で、あと1個、山本選手のね、バンディーラちょっと使わせてもらったんですよ。これフィードなんですが、まあすでにね、育ってるしキラだっていうところもあって、まあ、 あとはね、その谷口選手のね、青ず持たれてたんで、まあ正直、柳選手とか岩田選手とか小柳選手とかと入れ替えてもまあいいんですが、まあ、わざわざ一からね、育てるよりは、まあ谷口選手もちょっとね、使ってらっしゃるみたいなんで、まあそこのレギュラー引き待ちで、まあ正直更新して、まああとは山本選手と入れ替えるかなって、そんな感じのアドバイスも込めて、 ま、あ一旦山本選手をちょっと置かせていただきました。ま、あここはそんなに焦って手こいれするとこじゃないかなと思えたので、とりあえず山本選手入れてます。トップ下ね、クリスティアノ選手使ってらっしゃいましたけど、ま、あこれも僕も使ってた時あるんですけど、結構ま、あ異次元ね、当てになるんで、もういいカードだと思います。で、ウィングが旗手選手の88と、前田選手の、えっと、ジョーカーの、去年のジョーカーの、やつ、限定。名古屋のね。 今、海外移籍してますけど、期限付きだったかな行ってるんですけど、あれもね、結構いいカードなんで、そのまま使わせていただいてますで。ルキアン選手もね、一元持ちで結構いいカードなんで、そのまま使わせてもらった感じです。で一旦この11人でスタメン組みまして、交代枠としては、えっ、ー、と、江坂選手のストライカーの94とで、左で乾選手のウィングの87と、右ウィングが中川選手の去年のレギュラーの後半のやつかな、89。 のやつをちょっと入れさせていただきました。で、残りのベンチ枠はもうチームスキルとか重視なんで、まあ、ここはね、ちょっと調整がもしかしたら交代要員との兼ね合いでちょっといるかもしれないですけど、とりあえずね、まあ、チームスキルでちょっと選ばせていただいたんですが、このメンツで組ませていただきました。はい。ということでね、まあ、これを踏まえて褒めの評価なんですけれども、 まあ、要望いただいたところ以外はね、戦えるメンバーだったので、まあ、そんなにいじってはないっていうところと、あとはもう要望いただいたボランチと CB もね、最初に比べるとだいぶ硬くなったんじゃないかなと思います。まあ、これもね、十分戦えるレベルになったので、まあ結構チームとしても変わってくるんじゃないかなという印象があります。 はい。あとね、今後の補強ね。今後の補強については、ボランチの、さっきちょっと言ったんですけど、ボランチの山本選手をスティール持ちのディフェッチ高い選手に変えたいところなんですが、まあ、一んにね、その、わざわざ1からっていうよりも、まあめ、ね、手持ちのメンツ的には谷口選手の青図をレギュラーに更新してそのまま入れ替えるっていうのが、結構スムーズかなと思ったので、あえて、ちょっと柳選手とか岩,岩田選手とか小柳選手とかちょっと外させていただいた次第であります。 で、あとは、右ウィングの交代要因ね。あ、こ中川選手がちょっとスキル的に、ちょっと交代要因として向いてるとは言えないんで、まあ、できれば、インカタとかカットイン系のせん、えー、持った選手と、あとミドルドライブ異次元のね、この組み合わせを2つ持ってる選手を、うまく、まあ、あとディフェンチェが高い選手ね、をうまく1人右ウィングに迎えられると、ここ交代要因の幅が広がるかなっていう。まあ、結構強さもね、後半からの攻撃の仕掛けのバリエーションも増えるだろうし、強さとしても、 増えるだろうしというところで、ここが、まあ、補強ポイントかなと思います。あとはね、そんなに、まあ、あとはグレード高い選手にそれぞれ変えていったりとか、まあ、そういうところは必要ですけど、まあ、あとは引き次第かな、今後の、うん。でも現状の選手でも全然戦えると思います。はい、ということでね、今回の、えー、スタメンに選んだ選手から2名をピックアップして紹介していきたいと思います。で今回はね、ちょっと珍しいカード、右ウィングの、えー、と去年の21の ジョーカーの前田選手と、あと山本選手ね、ボランチのね、ここの2人をちょっと紹介していきたいなと思います。じゃあまず前田選手からね、まあ、去年のジョーカー2021なんですが、これレインボーアーチ持ちでね、当時結構ね、本当に貴重になってたんですよね。まあ、本当にこの当時っていうのは、家永選手のね、本当レギュラー引けなかったら、まあ、ちょっと本当右ウィングがちょっと厳しいなって感じぐらいの選手層だったところに、レインボーアーチパスのね、前田選手がジョーカーとして出てきて、これは結構ね、 注目を浴びてたカードの1枚ですね、まあ、今でもね、このカード全然使えるので、まあというのも、正直レインボーパス当ての選手というのはそんなに正直能力強くなくても、まあパス要因なんで使えるんですよね。うん、で、パスはまあ出し手というより受け手の問題とかでもあるので、まあ出し手のそんな能力は、まあとりあえず出せればいいかなぐらいの感じで全然使えるんで、今も全然現役でいけるカードの1枚だと思います。はい。じゃあ次ね。あ、ごめん。 <laughs> ごめん、ルッキアン選手だと。<laughs> もう山本選手の紹介やめたんだと。そうそう。ごめん、ごめん。ルッキアン選手ですね。ルッキアン選手は、ごめん、ちょっと、あえて書き換えないわ。ちょっと、<laughs> あえて練習しません。間違えたのももうちょっと皆さんに届けるのもんなんですけども、これはこのまま行きたいと思います。はい、昨年の後半ね、レギュラーね。 まあこれもちょっと触れておきたかったのは、このかこういうカードでも十分通用するよっていうね、まあ、今の新しいカードじゃなくて、もしかしたら眠ってる人とかい,たいるかなと思って、ちょっと、あえてこっちちょっと持ってきたんですけれども、まあ、異次元シュートとコントロールシュートの組み合わせというのは、近距離とまあ異次元シュートの組み合わせは結構使いやすいですよね。エリアに入ってもまあコントロールシュート期待できるし、エリア外の、えー、と相手のセンターバックの上から異次元打てるっていうね、結構貴重なこういうカードね、まあ、異次元系のカード、最近でも結構増えてますけどね、まあ、本当に異次元は今、やっぱり、 CF でもやっぱり一番強いスキルだと思うんで、まあ、基本的にこれがあるだけでも結構なカードの価値というのはね、上がるんでね。あとはまあ組み合わせは確かにありますけどね、まあ、今年3スキルとかになってきて、はるかにいいカード出る可能性というのは増えたんですけれども、まあ、こういうカードでもね、去年の全然異次元、コントロールシュートとか、こういう組み合わせのカードでも今でも全然現役で使えるので、まあ、もしなんか CF の得点不足とか悩んでる人はぜひね、ちょっと考えてみてもいいかもしれないです。はい ということでね、今日の動画は以上になるんですけれども、最後に、はい、いつも通りね、GK クリニックは年中無休ということでやらせていただいてます。でね、診察をお願いしたい方は Twitter より DM くださいで。概要欄にね、僕の Twitter リンク貼ってますので、そちらからぜひ飛んでいただければと思います。ということで、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。